とことんやり込む。どうも、なおちんです。さあ、今日もですね、妖怪学園 YYY 学園生活やっていきます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、行きましょう。見てください。のづちか、レベル599。あと1ですね。あと1で600になります。お見せしましょう。のづちかと、空花だね。この二人が、あと、だいたい1万6000ぐらいでレベルがマックスになるのよね。うん。今日はレベルマックスに上げます。まあ、ここのクエスト行けば一発で行けると思うので。はい。最後はこのピラミッドパワーでレベルを上げよう。よし。行こうか。まあ、ジョブは、ガクトだね。ガクトと言わないか。芸能人ガクトで来てるのよ。なんで、攻撃力をちょっと爆上げして、一気に叩くようにしよう。うん、それがいいね。OK。もう多分、攻撃力マックスになってるので、いけるでしょう。OK。OK。めっちゃ強い、めっちゃ強い。4万いく。いいね。クリティカル4万。これはなかなかすごいよ。ね、結構構成をね、練ってきたの、今回は。結構構成を練ってきたから、だいぶ戦いやすいとは思うけどね。危ねえ。見れるっけ？あ、見れないな。見れないな。後で見せるね。結構いい構成だと思う。うん。まあ、あと1個ね、欲しい構成があるんだけどね。欲しい装備が。それをすると多分、むちゃくちゃ強い。うん。でもちょっと入手するのがね、めんどくさいやつなんだよな。うん、めんどくさい。まあ、とりあえず、こいつは、サクッと倒しちゃおう。ちょっと待てよ。待て。上書きしとこう。いや、4万このね、ドーベルに与えるってなかなかないよ。なかなかない。よう、ここまで上がったね。のづちかね、やっぱね、防御力は最高なのよ。うん。まずもって死なない。まずもって死なないけど、攻撃力がね、ちょっといまいち感がね、あったんだけどね。でも、まあ、構成次第で何とでもなるやつだったな。はい、終わり。すげえ。クリティカルなしで4万3000。これクリティカル入ると6万ぐらいいく。うん。あー、これ早く出てきてくれないとバフが切れるね。ちょっとバフは維持しときたいけど、まあ無理だな。こういう話とかが入るとね、どうしても切れちゃうもんね。いこう。まずはちょっとバフを。あ、切れた。まあいいか。うん。で、さっきのが俺のね、本気の攻撃力じゃないのよ。本気の攻撃力は、ご飯を食べてから。ご飯食べてからが、最高だから。よし。あと、多分あと1回ぐらいすれば、もう上がりまくるね。オッケー。よし、完璧。よし、食べます。いくよー。いきます。どんぐらいか、クリティカルで、あ、まあまあ、振動ベルだけね。振動ベルは、ちょっと防御力も上がっとるから、これぐらいでしょう。いいね。やっぱ気候を入れてるから、回復するのよね。HP が。攻撃をすると。あ、攻撃じゃないな。クリティカルが入ると、HP 回復するのよ。これがかなり、いい。かなり、あ、ちょっと待って。上書きしとかないとダメだね。上書き。よし、オッケー。やっぱこの芸能人ガクトはね、ソロにすっごい向いてる。ソロプレイに。うん、パーティーだったらちょっと、なんだろう、敵がね、攻撃する回数も減っちゃうし、ターゲットがね、ばらけるので、
この回避がうまいことできないんだけど、ソロだったらば全然余裕。じゃあ、お、あーダメだ、いけるか、あ無理か、あと一発欲しいもんね。あと一発でチャンス作れたけど、あちょっと待って、戻った、アルマゲドゥーンされると戻るか。そうね、この間はずっと時間が経っていくからね、そりゃそうだわ。あぶね、この轟く大方向は絶対食らっちゃダメ。で抹殺光線はここで、あ結構ね回避を稼げるんだけどね。よし、まあ、ドーベルはこの回避結構稼ぎやすい敵ではあるよね。よし、オッケー、完璧、いくぞ、ムチムチムチ。攻撃力を下げるっていうことでね、いいな。完全な本当にタンクだもん。タンクなのに攻撃力も結構あるっていう、いいキャラだよね、野づちか。すごいいいキャラ。アップデート、あ、おお、早かったか。アップデート来たら絶対ね、輝くキャラだよ。まあ初見では絶対強い。まずもって知らないから。まずもって知らないからね、初見ではめちゃ強い。行くか、行くか。オッケー。チャンスならない。お、なった。とりあえず届いた。結構チャンス取るのって人兵以外難しいものがあるけどさ、いけるもんだね。じゃあ、オッケー。いいね、いい感じで攻撃力も上がってる。よいしゃ、あー効かない。攻撃がここまで効かないキャラもね、もう本当野口かだけ。ちょっと待てあんま調子乗ってるとやられるのはね、本当この本気の時のシンドーベルの攻撃力は半端じゃない。じゃあムチムチムチ、よし、おーい、削る、1回の攻撃で10万削るってなかなかすごいよ、このドーベルに対して。危ねえ、はい、ウェーブが来る、アルマゲドゥーン、まあ、このアルマゲドゥーンの後に、もうフィニッシュかな。フィニッシュ。お、両方来るか。両方来るとちょっと、避けにくい。はい、終わりまーす。はい、よー、あ、レベル上がってない。あ、そうか、クリア報酬で上がるから。クリア報酬で、1万8000かな。経験値入るから。それで上がるよ。よし。まあ、楽勝だね。はい、600なったよ。600なった。野づちか600。そして、空花先輩も600。達成です。で、どんな装備だったかちょっと見せると、これ。まず、シンドーベルでパワーがアップして、で、超高級ブランドでパワーがプラス300だね。そして、この風雲乱世の鎧。これが状態異常中の敵に 12% ダメージが上がるのよ。なので、野づちかは攻撃力を下げることが、頻繁にできるので、これの異常状態の敵にダメージアップは使いやすい。使いやすい。まあ、これのクリティカルアップにもいいよね。この二つは、野づちかには最高の組み合わせです。まあ、クラフトできるので、まあ、よかったら作ってみてください。そして、これだね、パワーが 30% アップする、食べ物。あ、一回しか食べなかったな。このバフは15秒ぐらいで切れるから、まあ、しょっちゅう食べとかないとダメだからね。と、気候がいい。気候。クリティカルした時に、ダメージの 10% 分の HP が回復するのよ。これ必殺技だけじゃなくって、通常攻撃でも回復するんで、これ気候はね、なかなかいい。ヒーラーいらずになるんで、いい感じですよ。
はい、ということで今日はですね、野津近、そして空花先輩600になったね。うん、これでメンバー全員がレベルマックスになりました。はい、まあまだね、アップデートまで時間があると思うから、それまではね、またいろいろと試してみたいことをやっていきますので、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。